はい。こんにちは。ああ、ちゃひーおです。本日、まあもうタイトルでご存知だと思いますけども。こちらのね、元気ウェーブフォームっていう、まあ何ですかね。全部入りかつ、今結構この機能ついてるとありがたいよねっていうのが入っている新しいイヤホンなんですけど。 ちょっと先行で試させてもらう機会いただきましたんでね。まあ開封しつつ、まあそしてファーストインプレッションになっちゃいますけども、試させてもらおうかなというふうに思っております。で、一押しの機能として、二つのデバイスを同時に接続して同時に再生できるというものになっております。はい。 これね、メーカー的には、種目的ではゲームになってるんですけど、もちろん仕事でも役立つと思うんですよ。ゲームであればですね、まあ、あの今だとオンラインでいろいろ協力プレイしたりとかっていうのもあると思うんですけども、その場合において、えっと、音声チャットが対応していないゲームもあったりするわけです。まあ、例えば、ファイナルファンタジー14だったり、えー、モンハンだったりの場合だと、 まあディスコードだったりラインだったりとかっていうので話しながらやったりすると思うんですけどもまあそれがまあ同時に接続できるんで同時にこのイヤホンしながらゲームの音とまあそのフレンドとの会話っていうのも同時にできますよということですよね要は片方は、えー、ゲームからのゲーム機からの音もう一方はスマートフォンだったりとか そういったとこ、あと PC だったりとかっていうのを音を取ってこれるよっていう話になりますと。そして、もう一つ、仕事でもって言ったのは、まあ当然今ってま、あまあコロナからということになりますけども、相当あのウェブ会議とかそういったものもまあ普及したと思うんですよ。導入されているね企業も増えたと思うんですけど、まあそういうのをしながら、まあ音楽なり、まあ自分のその仕事で集中できるようなね、ものをやってるっていうのもできる。 ということになりますし、あとはその別、この同時再生とかって別の部分でも、外音取り込みとか、あとはノイズキャンセリングとか、はい。あとはこの充電ケースね、あのー、に至っては、ワイヤレス充電にも対応してるとか、結構もう、全部入りみたいな感じになってるんですよね。 まあ、あとは、まあ、イヤホンなんでね、音質もっていうとか当然重視されるところですけども、まあ、デュアルドライバーということになってますね。1 0ミリのドライバーとね、あとはバランスドアマチュアという形になってるんですけども、まあ、それぞれでちゃんとね、あの、高音域な音を出してくれたりしますし、ノイズキャンセリングも、アダプティブ、アクティブノイズキャンセリングですね。まあ、あの、アダプティブ ANC って言われるものですけどもね、それが導入されていて、その、 ノイズキャンセリングって、外、外のマイクから、まあ、こういう、それはこう、打ち消して、えー、耳に届く音で、えー、こういうものは打ち消してクリアに聞こえますよっていうふうにやるんですけど、こいつは、まあ、要はその、耳の中で音を取り込むんですよ。うん。なので、今その、 イヤホンの形によっては、耳に、ちゃんとその、なんていうんですかね、密着しない人もいたりすると思うんですけど、耳の中で音を拾うんで、外からの音ってこれが聞こえてきてしまってるとかっていうのも拾ってやるから、密閉していなくとも、ま、要はその耳の形によってね、密閉できていなくとも、密閉できているかのごとく、ちゃんとノイズキャンセリングしてくれますよっていうものですよ。それが、 機能として搭載されていたりしますから。そして、えー、アプト X アダプティブ。これ、クアルコムのやつですけども、まあ50、50ミリセカンド、50ミリ秒での遅延ということですから、まあ、相当、あの、ワイヤレスイヤホンでも低遅延なところっていうのを狙ってきているというところなんで、結構包括的に繰り返しになりますけども、何でも入りみたいな感じになってます。はい。まあ、ちょっと何はともあれで、まずは開封。そしてその後、 試していいきたいなと思いますはいということで開封ですこういうねこういう箱ですねなかなかかっこいい箱だと思いますでこの上が外れかな OK えーっと まあこれクイックスタートみたいな感じですね。こんな感じになってます。こいつだよ。来ました。結構かっこいいじゃん。いいですね。かっこいいぞ、い。いい感じの、もうですね。ちょっと先に。 同梱物見ていきましょうえー、っとこれはこのままだなでおーすごいなめっちゃ種類入ってるあーなるほどねこっちはあのイヤホンのなんていうんだろう本体っていうか 本体側のカバーですね。で、こっちがマ、まあ、イヤーピースって感じなんですけど。うーん。へー。すごい。で、こっちは。あケーブル系だね。はいはいはい。 しましたよいしょ。充電用のタイプ C ケーブルとタイプ C とオーディオジャックのこの 3.5mm 変換してるやつですね。えっとですね、こいつなんですけど、まあ、Bluetooth でつながります。で、 もう一個、だから2つ同時再生っていう時のもう1個ですね1つは Bluetooth なんですけどもう1個の時はこっち充電ケースと有線でつなぐって感じなんですねはいそういう感じなんですよだからこいつが、まあ、ある意味その何て言うんだろうな Bluetooth トランスミッターみたいな感じで使われるっていうところですね こいつ自体でも Bluetooth で、えっと、まあ、例えばスマートフォンとか、ノート PC とか、そういったものと繋がったりはするんですけども、プラスもう一個の音を拾ってきますよ。再生したいですよっていう時には、ケース側に有線で繋げる。そのデバイスの音がこいつに飛んでくるというものになります。はい。こんな感じです。おー、いいじゃん。 結構かっこいいです、ね、あとこれとブラックがあったと思うんですけどうんでこういう感じはい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 いいですねあ今起動音が流れてるけどおお ここはマイクだね。なかなか面白い形だよね。うん。こんな感じですね。でもちろんマグネット。マグネットでくっつくし、蓋もマグネットですね。うんなかなか面白いデザインだなっていう感じがするな。

す晴らしい素晴らしいなはい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 、はい、いいですねはい。 ちょっと今、あの、下の方で何してたのかわからんかもしれないんですけども、えっ、ー、とですね、ちょっと順番に説明しておこうかな。えっ、ー、と、私が持ってるのはスイッチ、これライトなんですけど、このスイッチライト、えっ、ー、と、さらに、PlayStation 5。はい。で、そしてスマートフォンっていうところで、それぞれをそれぞれこう、えー、同時接続っていう、同時再生ですね。 ちょっとやってみました。で、接続方法っていうのは、こいつに有線で繋ぐんですけど、プレイステーションの場合は USB をそのまま接続。本体に刺さってる USB から接続っていうのと、あとはこの同梱されている USB-C とえオーディオジャックの変換ですね。 これを刺してコントローラーに刺す。両方とも完璧に音がですね、再生されます。しっかりとヘッドセットとして、PlayStation 5の方でも認識されました。はい。で、さらに、スイッチの方ですね。スイッチの方でも、このオーディオジャックの方から、え、音を取ってくる。で、それぞれが、 再生されますけども、同時に、Bluetooth でスマートフォンと接続。して、スマートフォンの方からの音も再生される。っていうことが、できましたで。さらにですよ。さらにですよ。イヤホン。これまあ、独立されている、それぞれね。t r ワイヤレスということになってるわけなんですけども、両方で再生されているのは当たり前で、その間に、左耳を ケースに収納すると普通にもう左右の方は電源がオフになってケースの方で充電がされるんですけどもこっちの方で再生は続きます。ついでこっちを取り出しますとこっちも自動的にペアリングされてそのまんま再生が続きます。ついで右側を入れる。右側だけオフになって左側だけで再生されるって感じなんで完全に 独立が当たっているワイヤレスということが、まあ、これで証明されたんじゃないかなというふうに思います。どっちに、両方でもそうですし、どっちだけでも OK。な、はい。で、結構ですね、最近のワイヤレスイヤホンって、こうやって、まあ、独立ですよってなっていても、結局、母艦になっているのがどっちかっていうパターンもあったりするんですよね。もちろん、それぞれが、えー、しっかりと独立して、まあ、スマートフォンなり、 それぞれに接続されるっていうものもあるんですけども、完全独立って,言っても中にはないものもあったりするので、そういうところで言うとしっかりそこら辺もなっていて、普通の、なんだろうな、イヤホンとしての使い勝手でもいいと思いましたね。うん、で、音自体はですね、音自体はですね、割と低音が強めだなっていうふうに、 印象としては受けました。で、解像感は十分に高いと思います。はい。今ですね、えっと、ちょっと、まあ、特殊なロック、ロックはロックなんだけど、ちょっと特殊な、ちょっと民族チックなロックっていうか <laughs>、それを聞いてたんですけども、まあ、ボーカルの人が特徴的な声で、割としゃがれた感じのね、あの、ノイジーな声を出したりするんで、それもしっかりと、聞き取れるというか、なんだろうな、 嫌なノイズ感ではなくて、しっかりとその、その人のいい声、いいノイズ感というか、そういうのが表現されてるし、あと低音は低音でしっかりとベースラインとかも聞き取れるし、かといって、その、えー、ドラムの中でもこの高音の部分ですね、金属音の部分、高音の部分とか、あとはギターの部分だったりとかっていうのも,もうしっかりと、はい、聞けるので、 割とバランスはそれぞれ出てるんですけど、特に低音は割と強めかなっていうふうに思いました。だから、もしかしたらこれをゲームのジャンルによっては、なんか例えばその FPS とかね、そういった時の場合には、うん、もしかしたら、あの、向いてないというふうに捉える人もいるかもしれませんけども、まあ割と、う そういうものでなくて、そのゲームに没入して何かやりましょうとか、言ったものに関してだったらいいのかもしれないですね。だからその、ちょっと前にもあの話したように、まあ、例えば、そうですね、FPS 以外のモンハンであったりとか、あとはファイナルファンタジー14であったりとかっていうのも、ゲームをやりながら話していくとかっていうのにすごく向いてるかなというふうには思いました、うん。ゲーム音でしっかりと世界観浸りながら、 えー、フレンドと話もできるというところですね。あとはその音量に関して言うと、それぞれの接続先のデバイスで、えー、まあ調整するっていう感じですね。そうすると、まあ聞こえてくる中でもバランスがこう変わるっていう感じなんで、なんだろう、あの、このイヤホン単体でそれぞれをっていうのはできないんですけど、逆にまあ普通にわかりやすい、もう 直球ですよね。あの、こっちの音を強くしてんだら、こっちのデバイスで音を上げればいいしとかって直球なんで、まあまあまあ、いい、まあそれはそれで分かりやすくていいんじゃないかなっていうふうには思ったところと、あとはそうだなうーん。一瞬ちょっと分かんなかったところが一点あって、まずはですね、最初、電源を入れた後にスマートフォンと普通に接続したんですよ。 まあその時には、まあいつも通りそのスマートフォンの方に、まあブルートゥースの接続先の機器として Waveform っていうのが出てくるんで、それと接続してたんですけど、その後に、まあゲーム機器と接続して、まあデュアル再生っていうのをやろうと思ったんですが、まあ一向につながんなくて、んって思ったんですけど、実は、えっ、ー、と、Waveform は Waveform でも、そのデュアルのモードっていうのがあって、 えっと、それが改めて、ええー、まあ、その USB でこのケースと、こう、デバイスをつなぐことによって、その、例えばそのスマートフォン側の、その接続先、あの、接続する Bluetooth 機器として、別の名称が出てくるんですよ。はい。それにちょっとね、気づくまでに時間かかって、もたもたしましたけども、だから、そこかなうん。そこがちょっと、最初に、んってなったところでした。 あれ ?Bluetooth そのまま接続してたはずだけど、できないの全然音流れてこねえな、みたいな。あの、接続先を Bluetooth で変えなきゃいけなかったっていう。で、一旦変えておけば、もうそれ以降は自動でなるんですけど、まあ、一番最初のね、ところだけちょっと戸惑ったっていうのがあります。具体的に言うと、Waveform っていうのと、Waveform Dual Stream っていう、 それぞれね、あの、ブルートゥースの、ま、名称が分かれてるんですよね。まあ、これぐらいですかね。うん。でも、いや、おーってなったな。両方の音ちゃんと聞こえるやん、みたいな。うん。これは便利だなっていうふうに思いました。はい。 まあ最近だと普通に FPS 系なんかは FPS 系なんかのゲームだとまあボイスチャットがあるのは当たり前なんですけどそうでなくてのオンラインマルシュができるやつだと音声チャットが入ってなくてテキストチャットだったりとかっていうのがまだ未だにあったりするんですよねまあむしろまあそれがまあ面白さというかにうなってたりはするんですけどただ あの、どうしてもね、フレンドと一緒にとかってなってくると、話しながらやった方が、ええ、まあ、その方が早いよね、みたいなことあったりすると思うので、だからそのディスコードなり、LINE なりを活用しながら話して、同時に一緒にプレイするっていうふうなことだとは思うんですけども、まあ、それがこんだけ手軽にできてしまうし、あとはなんだろうな、ヘッドホンとかヘッドセットっていうので、改めて、 やりりながらっていうよりはワイヤレスでそのけこのケーブルとか気にせずにそのままんんフリーな感じで両方とも音が同時に聞こえるってことの心地よさですよね。ここはいいいいなっていう,ふうに思いましたねあとは外音取り込みなんかも昨今の、えー、まあそのオフィス関連とかでこうやってイヤホンを使う時に重要視され始めてる機能だと思うんですけども。 この外音取り込みもあの普通にあの機能してるのでいいなっていうふうに思いました。なので、冒頭でも言いましたけども、今、例としてはゲームしながら、えー、まあ普通にスマートフォンと接続してっていうのを話してますけども、あの仕事でなんかそのラップトップとなんかこうつなぎながらやりつつも、外音取り込みでその話しかけられてもね、 同僚とかから話しかけられてもそれにも反応できるとかっていう、現実的ないい機能ですかね。それもあったりするので、なんかまんべんなく良いなというふうに思ったところですかね。ここは素晴らしいですね。結構ね、デザイン的にもそんなに見ないようなものにも仕上がってたりするし、結構かっこいいですよね。うん。そういうところは良かったですね。まあ、あの、私が最初につ、あの、 つまずいたところ以外は、スムーズに使えてよかったかなというふうに思います。音も結構よかったです。遅延もないです。はい。あの、動画再生もしました。えっ、ー、と、プレイステーション側で動画再生をして、えー、スマートフォン側で音楽鳴らすとかっていうのもやってても遅延っていうのはなかったので、全然、何でもこいっちゃ何でもこいだなと、はい、いうふうに思ったところですね。ちょっとここまでね、あの、何でもこいなんで、 この価格なんだろうなっていうふうに思いますけどね。うん、ということで今回、元気、ワイブ e 4ね、お見せいたしました。また見てな。バイバイ。